どうもピョキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ザ・レッドルームということで、赤い部屋とそういう意味だとは思うんですけど、このコースですね、マリオメーカー2が出て1ヶ月も満たないうちに作られたコースなんですよね。マリオメーカー2が発売されたのが2019年6月28日なんですけど、このコースの投稿日2019年7月23日なんですよ。そして僕気になりました、マリオメーカー2が出て1ヶ月も満たないうちに作られたトロールコースは一体どういったものなんだと。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.84%。 まあ古いコースだったらさ、しっかりと考えれば罠を回避できるんじゃないかなと思うんですけどね。皆さん見ててくださいよ、このコース3分でクリアしてみせますよ。それじゃあ最初は Z で行けって書いてるね。開幕ブンブン。もう大体分かったよ、やっぱり古いだけあって上から何か落とすしかないんだよ。やるじゃん、あんなバネの出し方をしてくるなんてさ。それじゃあここは一旦バネを投げろっていうことか。そしてツルツルしてんじゃねー。見て見て、砲台の裏にさ氷ブロックが隠されてるんだよね。あの隠し方は上手すぎないか。それじゃあこのまま進んでいきますか。邪魔すんな栗まんじゅうが。それじゃあこのバネに乗ってさ、一旦何もしないでいいのかな。なるほど、ドッスンはバーによって止めてくれるっていうわけね。それじゃあこのチビドッスンは襲ってくんのか。一旦右に逃げる準備しておく。キャこのコース古いからといってダメでかかっちゃダメだね。今後しっかりと注意しながら先に進みたいと思います。なるほどね、このドッスンの裏にドアが隠されてるのか。それじゃあドアに入ったら、あのキノコは取るの絶対に無理だよね。そんでなんか普通のコースっぽいところに出たけどさ、こっち合ってんのかな。なんかブブー言われてるけど、こっちしか行くべき道なかったよね。そして右は鍵ドア、左は左も鍵ドアだよね。そんで上なんもないしね。あれ、いやこんなのどうすればいいのよ。この状態での缶に入れと、どこに入れると缶がある。多分あの黄色の土管だね。この赤い土管ブブって言われてるけど、絶対こっちが正解だよ。そして下の黄色い土管に入れと、そういうことだと思うんですよね。さあこの部屋から早く出してくれ。ホラーゲーは苦手なんだ。さっき火が落ちてきてめっちゃびっくりしたぞ。さあここで下を押せば。ナイス。さあ進んでいきましょう。中間ポイントあんじゃん。そしてこのままスピンジャンプでドッスンに乗っていけと。パラシュートが出るのか出ないのか。前かクリバンジュよ。いやパラシュートある方に。なーい、絶対パラシュートあると思ったな。こういう時にさ、パラシュートあった方が意外と引っかかると思うんだけどね。それじゃあここはなんだチョロプー。なるほどね、ここはチョロプーに構わず早くこの扉に入れと。チョロプーって遊ぶ時間くれよ。ここはスピンジャンプで早く右に行く。そして僕はお化けになりました。この扉に入った瞬間すぐカキボンを踏まなきゃいけないんだよ。そして下のカキボン、はだー。実はね、リスナーさんから教えてもらったんだけど、ブラパってね、鉄でできてるみたいだよ。だからアイテムもスターも効かないんだって。いや植物とか言ってるけどさ、鉄くずなんだよお前は。それじゃあこのスネークブロックは一番左の方に乗っておけば先に進めるっていう感じだったね。それじゃあ進んでいきましょう。ヨシコいるじゃねえか。でもヨシコそんなところにいたら僕助けてあげられないよ。ヨシコ下まで降りてきて。そこはダメだってヨシコ。見事ヨシコに裏切られたね。ヨシコはこのコースとグルだったっていうわけか。それじゃあここはヨシコ落ちてこないようだし、ここでヨシコいないな。また赤い部屋に連れて行かれるんじゃないのか。うわ絶対そうだよ。次はどこ、右左は右だね。早く右に入ろう。よしよしよし、また下に落とされるんじゃないのかな。さあこのままゆっくり行きたいと思います。きっとどこの土管も入れない感じでしょう。あれ左、いや右で合ってるよね。うわカチカチ音が聞こえる。どっかにガリガリいるんじゃないのか。見えないぞ。この鉄くずが。いや絶対ねこのドアに入ることは間違ってないと思う。そんで右を失敗しとってみようか。次は右を失敗して土管があったじゃん最後に、その土管にしゃがんで入ってみる。それで合ってないから。違うの？右のヒントはさ、土管しか書いてなかったと思うんだけどな。絶対どっかの土管入れるでしょ。うわ、なんで入れねえの。うわ、マジでわからんばい。ここ、この先さ、どっかの土管に入れるみたいな感じなんじゃないの？絶対そういうことだと思うんだよね。あのブラパが来る前に早く土管に入れ。
出してお願いします。早く、ちぎまちゃん。次はさ、あのブラパから逃げてみる。どこら辺から来る？ここら辺から一旦左行ってみようか。山の先か、どの辺？こっから左。うわ、怖え。逃げれんのかな、本当に。ここら辺、頼む、逃げさせて。あはははは、捕まっちゃった。頼む、頑張って。来たんじゃない、これ。ねえ、こっから左行けばなんか変わってるみたいな。やった、このドアに入れば先に進めるっていうことなんだね。そしてどこに行けばいいの、これ。下？いや、下あ、下だ。絶対こっちで合ってる。あの黄色い土管に入ればいいんだね。このコースさ、発売されて1ヶ月未満で作られたコースとはとても思えないよね。めっちゃクオリティ高すぎてビビってるんだけど。さあ、そろそろ中間ポイントに来てもいいんじゃないのか。頼む、中間ポイント。やったさあ、中間ポイントにもゲットできたことだし、絶対ここあれだよ、ブンブン来るよやっぱり来たね、このクリマンジュ3兄弟。まあまあ、中間ポイントにも取ってるしね。あとはゴールだけを目指していきましょう。あら、ここコインなんだ。ペラペラしないんだね。じゃあ上に行けっていう感じなんかな。なるほど、このボム兵でブロックを壊してドアに入っていけと、そういう感じだね。さあ、ボム兵壊してくれ。そしてこのドアに入っていくと、さあ、ここでラストのステージが待ってると思うんですけど、ここはドス襲ってきそうだね。上から行くのが正解なんじゃない？そして左みたいな。やべえ、いや待って、上に連れて行かれたってことは、この上にどうかして生かされるってことでしょう。じゃあ僕はここで何もしない。以上やで初めてだよ、シーソーが設置してあって横からドッスンが来るパターンなんてさ。じゃあここは一旦スピンジャンプで受ける。そしてどうすればいいの、下に行って、下にこれやり直し聞く。今お前が出てくるところじゃないだろまさかのクッパ様だよ。あんなところにクッパを持ってくるなんてさ、クッパを雑に扱うなんての。まさか異種エイジの第2波が来るなんて思わなかったね。ここはじゃあ早く行けっていう感じなのか。それじゃあここはもしかして最後の場所に進める場所なんじゃないの。絶対そうでしょ、この赤いの缶は。そして左の方のドアに入れると、そういう感じだと思いました。さあ、ここでラストだと思うんですけど、何このパウ地獄、ちょっと迷路みたいなになってるけど、これは罠、引っかかる要素何もないよね。なんであの黄色い土管を目指して、あれ黄色い土管行けなかった。今の左を進破してたらいけたのかな。はい、それじゃあこの黄色の土管の方に進めるように左を進破してみるで、それで、うわ、いけないか。じゃあさ、これスタート位置に戻れっていうことなんじゃないの。多分そうだと思うんだよ。危ねえ、このテルさんの大群はよ。邪魔してんのか。遅いだけまだいいな。それじゃあこのドアに入ってスタート位置に戻れば、黄色い土管に入れるみたいな。あれ、今度入れんよ。なんか左側開いたね。左に進めみたいな。うわ、絶対そうだ、こっちがゴールへの道。そうだろう。さあ、進んでいきますか。この先は何がある。来た。え、どうもないんだけど。そして無音なんだけど、寂しいな。ここは右に戻れってか。きっとそういうことだろう。そしてさ、足場がないのが楽勝だよ、こんくらい。なるほどね、この砲台の上に乗っていけっていうことね。そしてこのまま右に行けば何がある。オンオフがあるな。オンを叩いて、いやーいやー悔しい、今の石味は急に反応できんやろ。それじゃあ次こそあの石味を避けるよ。そしてこの黄色い土管に入れっていう感じでしょう。ここさ、ちょっとお化け屋敷みたいなイメージだよね。さあ、次こそあの石味を避ける。絶対に避けてみせる。そしてこの勝った、勝ちました。いや、本当にね、動画の途中でも言った通り、古いコースはとても思えないぐらいクオリティが高かったね。なんでこれからも古いコースどんどん遊んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオオンオフエクストリームということで、サムネを見てわかる通り死に耐久ですね
すいません、さっきトロールコースやってその延長線みたいなコースを選んでしまって。これさ、絶対に高速でオンオフが切り替わるよね。上等じゃねえか。数々のトロールコースで死に耐久を攻略してきた僕、高速でオンオフが切り替わるコースぐらいぬるいっていうことを見せてみせましょう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 11.87% でね、クリア率は意外と高いんだけど、この高速でオンオフが切り替わるやつって僕本当に苦手でさ、それ以上の難しさがあるかもしんないね。えじゃねえんだよ、なんなんだこのコースは、めちゃくちゃじゃねえか。しかもタイムが30秒しかないで、ね、とりあえず先に進んでってみるね。うわ全然進めんね、もうこの高速。あいや、いけたこれは面白すぎる。いやいいね、こういうの僕すごい好きだよ。それじゃあ次こそ進んでいきたいと思います。ちょっとでも進めないから。進めんばい。これ最初オンするまでに時間があるからさ、すぐ右に行く。こっからタイミングよく A ボタン。はい。なんだこのコースは。これさ、上から行ってみる。前に進めないってことはもう上に行くしかないんじゃないの。とりあえず連打してってみるね。連打上に行ってよマリン。上に行ったらだろ、ここでゴールポールの上に行けばいいのか。多分それでゴールできるよ。はっ、ここ違う、ここやった。いや、めっちゃ面白いコースだねこれ。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。